川崎重工が高出力レーザー兵器を防衛装備庁へ納入したとの情報をキャッチしました。今回はこの高出力レーザーについて詳しく見ていきます。ドローンのスウォーム攻撃に対応するために開発コストは電気があれば数十円から数百円で何発でも撃てる。マジかよ。2022年2月24日にロシア側がウクライナ領内への軍事侵攻を始めた戦いは、前者では特別軍事作戦、後者では主としてロシア・ウクライナ戦争と呼ばれているが、開始直後の予想とはかなり異なる展開で推移している。ロシア側が自らは特別軍事作戦と呼称するこの戦いの計画は、かつての旧ソ連の国家保安委員会 KGB の流れを組む現ロシア連邦保安庁 FSB が中心となって立案したという見立てが西側諸国では通説となっている。現ロシア連邦保安庁 FSB はそもそもその組織名からも想像されるようにロシア国内の治安維持を図る目的で置かれた組織であり、国内向けの膨張や犯罪の捜査を担う者との位置づけに置かれている。にもかかわらず、このロシア国内向けの現、ロシア連邦保安庁 FSB は、今回のウクライナ侵攻を企画、立案したとされる理由は、ウクライナを含み、かつての旧ソ連を構成した国々は、未だ、自己の勢力圏内だという意識が、ロシア内にあるためだと考えられている。現、ロシア連邦保安庁 FSB は2014年にクリミア半島の併合を成功させた経験から、今回も一定規模以上の軍事力をウクライナに送り込めば現在の西側諸国寄りの政策を進めるゼレンスキー政権は容易に崩壊すると考えていた説がある。したがってウクライナに進軍したロシア側の部隊は解放軍としてウクライナ国民に称賛と敬意を持って受け入れられ、大した軍事的な抵抗も受けずに、ウクライナの政権転覆を実現し、自己の衛星国に戻せるとの見通しを描いていたとされている。この現、ロシア連邦保安庁 FSB から出されたあまりに楽観的で短絡的な見通しを、ロシアの最高指導者たるプーチンが容易に信用して受け入れてしまったことが、大きな判断の誤りであったと、西側諸国の大半では感じている。しかし、実際には、2014年のクリミア半島の失陥以来、ウクライナ軍は、再度、そうした事態を回避すべく、戦いに備えていた状況で、容易に、ロシア側の侵攻で、組織的な抵抗を放棄するような事態には至らず、今日も、頑強な抵抗を継続している。そのため、ロシア側は、地上部隊による初期の3方向からの侵攻という作戦を改めることを決断。キーウ方面とハルキウ方面からは撤退。東部のドンバス地方の制圧と、南部のザポリージャ州やヘルソン州の防衛に、作戦の目的を絞っている。そんな中でも、ロシア側が、ウクライナ全土に対する攻勢を続ける、唯一の手段として継続しているのが、航空機や艦艇から発射する各種の巡航ミサイル、弾道ミサイル、そして無人航空機による自爆攻撃である。ロシア・ウクライナ戦争において、開戦以来変化が少ない点は、両軍、共に、ある程度以上の迎撃ミサイルを主とする防空網を維持できている部分であり、ウクライナは、言うに及ばず、その10倍以上とも言われる、ロシアの航空戦力も、航空優勢の確保には成功していない。そのため、ロシア軍による航空機や艦艇から発射する各種の巡航ミサイル、弾道ミサイルでの攻撃も、ウクライナ側の防空網の外側からの遠距離からしか実施できておらず、その傾向は、西側諸国が、ウクライナに、防空兵器の供与を進めたことで、
さらに顕著になっている。西側諸国からの防空ミサイルシステムのウクライナへの供与は、ドイツ製の IRIS-T やアメリカ製のナサムス、そして最新鋭のパトリオットにまでも及び、ことに首都のキーウ近郊では、これらの稼働で飛躍的に迎撃率が増加している。しかし、一方で、ロシア側も、高価な航空機や艦艇から発射する各種の巡航ミサイル、弾道ミサイルに加えて、安価なイラン製の無人自爆型航空機、シャヘド136を大量に投入し、2022年冬季には、特に、ウクライナの電力インフラへの攻撃を激化させた。イラン製の無人自爆型航空機、シャヘド136は、全長約 4.0 メートル、全幅約 3.0 メートルほどと小型で、積載可能な削薬の量も、最大で 50kg ほどと、巡航ミサイルの 3M14 カリブルに比すれば、1割程度の破壊力しか持たない。しかし、無人自爆型航空機、シャヘド136は、最高速度も、およそ 300km と低速ではあるが、最大射程距離は 2500km にも達するとめされており、何より調達コストは 3M-14 カリブルのおよそ1割程度と見さされ、破壊力から見た効率は同程度とすら言われている。それでも、無人自爆型航空機シャヘド136はミサイルに比すれば圧倒的に低速であるため、迎撃自体は対空ミサイルであれば容易であり、それを回避するには、さらに多数を同時に撃ち込む戦術を採用するしか方法がない。しかし、ウクライナ側も従来自国で保有していた旧知ソ連製の S-300 対空ミサイルや、西側諸国から供与されたドイツ製の IRIST やアメリカ製のナザマス、パトリオットの迎撃弾数には限りがあり、すべての撃墜に投入することは厳しい。そもそも、一機あたりの調達費用が、安価な無人自爆型航空機、シャヘド136に対して、迎撃率は、高いものの各種の迎撃ミサイルの一発あたりの調達費用は高額であり、消耗戦を挑むには、コスト的に、非常に、ウクライナ側が、不利な立場に置かれる。そうした状況下で有効性を認められたのが、ドイツが供与した 35mm 機関砲を1両に2機装備したゲパルト対空自走砲であり、かつての東西の冷戦時代に最前線の友軍部隊を敵の航空機から守るために開発された車両である。これまでにウクライナに供与されたゲパルト対空自走砲は、無人自爆型航空機、シャヘド136という低速の目標に対し、迎撃ミサイルよりも、はるかに安価な 35mm 機関砲弾で効果を発揮しており、1970年代の開発以後、初めて実戦で使用され、評価を得た形ではある。しかし、ゲパルト対空自走砲のような、物理的な 35mm 機関砲弾を使用する兵器は、当然のことながら、周囲に民間の建物等が密集する環境下では、外れた砲弾の流れ弾の被害や、撃墜した機体の爆発位置によっては、二次被害の恐れも当然発生し得る。こうした物理的な砲弾を使用して、敵の飛翔体を撃墜、破壊する防御兵器は、ハードキルと呼称されるが、誘導兵器に対しては、それを、電波妨害によって行うソフトキル技術の研究も同時並行で進められている。日本でもこうしたソフトキル技術を用いた対無人航空機用の高出力レーザー兵器の開発が行われており、今年2023年3月に上旬に千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023には
三菱重工業者と川崎重工業者がそれらを披露した。両社の製品は、いずれも高出力レーザー兵器を車両に搭載した形式の試作型であり、ハードキル兵器が物理的な砲弾を使用する上では、それなりの製造コストが生じることに比べ、はるかに安価な電気代で効果を上げることが利点でもある。概算では、これらだ可出力レーザー兵器を一度使用する場合に必要なコストは、その出力にも左右されるが、高くとも、数100円レベルの電気代で収まるといい、安定した電力の供給が確保できれば、連続で運用することが可能となっている。川崎重工業者では、防衛装備庁と共同で、100kW を発揮する高出力レーザーを車両に搭載した試作機を、2023年に、すでに納入を実施しており、およそ 2km ほどの射程距離内ならば、各種の無人航空機や、誘導方式のロケット弾にも、効果を発揮するという。ちなみに、ロシア・ウクライナで投入されている、無人自爆型航空機、シャヘド136は、管制誘導もしくは GPS 誘導による自律飛行型で遠隔で操作されている形式ではないため、電子的な妨害による無効化はかなり困難と言われていた。しかし同様にウクライナにアメリカ等が供与した M142 高機動ロケット砲システムハイマースの砲弾は GPS 誘導であり、最近ではロシア側の電子戦兵器はその妨害に成功し、攻撃の命中率を低下させているとされ、この分野での日進月歩は終わりそうにもない。